これに向かって喋るの。あ、はい。では、ここで特別番組、もげー新田涼子もげーもげー皆さんさようなら。涼子さん、涼子ちゃん、涼子さんかな。涼子さんファン代表のハンドルネーム、ピロシ17歳です。やったこちらはみんな大好き。新谷涼子ちゃん、涼子さんのもげもげエピソードを紹介する番組です。時代はもげ、萌えでもなく、トレでもなく、もげです。もげー、では、今回の ゲストです。皆さんさよなら、新谷涼子です。もげーもげー新谷涼子もげーもげー ありがとう。それでは帰りたい、新谷涼子さんへのモゲメール、早速紹介します。モゲーム。モゲーム、モゲームっていうのは、これはですね、この番組特有のですね、なんだろうな、ラジオネームみたいなものです。モゲーム。愛水の神さんからいただきました。ありがとうございます。モゲー特大台風が接近しているにもかかわらず、風が強いけど晴れているから大丈夫と、友達を連れて舞浜に行く涼子ちゃん、モゲーそりゃ何度も空いてますよね。これはいつの話ですか。何ですか。これはいつの話ですか。これはこの間台風が来てた時ですね。台風来てた時に。逆です。これ台風が接近してるんじゃなくて、東京からしたら通り過ぎた後に行ったんですよ。ね、それはね、空いてたっていう話ですよね。そうですか。はい。それだけです。もげーもげーリオコだからしょうがないさんがしょうがないそれもげーだってリオコって言うんでそれはしょうがないよもげ自分の寝言で起きるリオコちゃんもげーかわいいこれは、リオコさんは何の寝言で起きたんですか、はい、いや何の寝言とかあんま覚えてないんですけど起きません普通に自分の寝言で起きることって普通にありませんなんかへって言っちゃったりとか僕はヨーコさんの夢を見ていたらもうずっと寝ていたいです寝ていたいです次行きまーすもげーむ早くお迎え来ないかなさん誰だろうな迎え来ないかなって来るよもう来るよりょうさんみたいな人が来てくれていいなと思いますはい、あメールですねはいピロシ帰れもげー頑張ってセクシーな声で歌ったキャラさんを小安さんにあれセクシーだったんですかと言われたりょうこちゃんもげーこれ私に何を言う小安ムカつく小安ムカつくこれはひどいです。それは、小安さんがいけないと思います。それはすごく、涼子さんがセクシーに歌ったんですもんね。まあまあ、セクシーの境界線が違ったぐらいですかね。なんですかね。僕すごいセクシーですと思いますよ。自分で、すごいセクシーですよね、涼子さんね。目見て喋ってもらっていいですか。もうそれは小安さん謝ってください。小安さん、ぜひ謝っていただきたいと思います。広さん、目を見て。以上、特別番組、もげー新谷涼子もげーでした。もう二度とやりません、さよなら。もげー